私は白霊霊夢。今日はこの場所で待つように、うぷ主に言われた。あ、霊夢じゃねえか。お前も呼ばれたのか？こいつの名前は霧雨マリサ。みんなはバナナって呼んでいいよ。ならてめえは貧乏毒ズミコって呼ばれたいみてえだな。え？やだよ。じゃあバナナって呼ばせるのか？ゆうたまの谷にか？ごめんなさい。次やったらお前の出番ないから。はい、わかりました。なんだよ、うぷ主。え？今返答腺腫れてるから手紙読んでくれだって？仕方ねえな。やあ、霊夢とマリサ。二人はガンダムブレイカーをやってると思うけど、今日はこの間の配信で面白かった機体を紹介してほしいんだ。あ、マリサたちの喋る速度は今回はこのままだけど、次回にはなんとかしとくね、デヘペロ。ざけんな、うぷ主。まあまあマリサ、可愛い顔が台無しになるよ。いいじゃない、やってみようよ。霊夢が言うなら仕方ないか。それじゃあ、ゆっくりしていってね。おい、霊夢、なんだこの機体は。右はユートのガンプラのゲーミングコケスト、左はジェミニさんのガンプラ、うちのうぷ主のユーローだよ。ずっとビルド上位2位の方だよ。そんな方がなんでうちの枠でしかもケツだしユーローなんて作ってんだよ。いやー、最初はジェミニさんがユートを作ったの見てたんだけどねー。それにクエストも周回しててさ。ちなみにユートはどんな感じなんだ？ほいこれよ。めちゃめちゃ可愛いじゃねえか。後ろも可愛いんだよ。ハートマークがついてて可愛いな。それでユーローのガンプラは最終的にこうなっちまったんだよ。ケツに何かぶっ刺さってるんですけど。これには他の来てくださったニュータマの谷の皆様も、すごかったよ。その様子がこちら。なんだこれ。なんかやばくね。やばいとかの次元の壁越えてる。ちなみにユートとユーローを作ったきっかけになったのは、クラス2さんのこの作品からだけどね。いや、こう言うんでいいんだよ。まあまあマリサ、ガンプラは自由だ。よし、それなら、私がお前のケツを作ってやるよ。え？やだよー。遠慮するなよな。次回に続く。